こんばんは。こんばんは。ですね、今ちょっとつながり始めたかと思うんですけどもですね。はい。はい。いかがでしょうかですね。うん、すいません、今日はですね、ちょっとこちらの方のミスでですね。はい。はい。ちょっと遅れて、しまいました。一生懸命、映像をですね、つなげて、たんですけれどもですね。はい。すいません。はい。ですね、番組をですね、今始めさせていただいたんですが、なかなか映像がですね、つながりませんで、本当に申し訳ありませんでした。一言ですね、お祈りさせていただいて、もう一度始めていきたいと思いますね。はい。はい、天のお父様、主よ、ありがとうございます。あなたがこの時、導いてくださっていることをありがとうございます。ね、どうぞこの番組の主が完全に守り導いてくださり、うん、どうぞお祈りの一つ一つを主が祝福して、導いてくださいますようにお願いいたします。ね、イエス様の皆によってお願いいたします。ね、はい。ですね、ちょっと何度も言いますけれどもですね、はい、はい、映像がですね、ちょっと乱れてしまいまして、誠に申し訳ありませんでした。はい、今日はですね、これからですね、始めて、参りますのでですね、40分ほどになってしまいましたが、よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、はい、では、そうですね、王さんのですね、メールからお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、では王さんからの祈りのリクエストを読ませていただきます。はい、いつもお祈り感謝いたします。来週の火曜日に消化器専門の医院で新型肝炎のエコーを取る予定です。肝臓の状態が良ければ良い薬もあるので医院で治療ができるようにお祈りをお願いします。肝臓の状態がちょっと悪いと市立病院に回すと言われ、そうなると自宅から病院まで遠くなり通うのが大変になるので、今通っている医院で治療が受けられるようにもお祈りをお願いします。あと骨密度が基準値 70% に届くようにということもお願いしますということです。はい、はい、ですね、今日はですね、この王さんのためにですね、はい、祈っていきたいというふうに思いますけれども、王さんがですね、消化器専門の院で、はい、新型肝炎のエコーを取る予定ですということですね。はい、そうですね。新型のものでですね、はい、エコーを取るということなんですけれども、はい、そのですね、肝臓の状態が良ければですね、うん、この お医者さんがですね、うん、その自宅近くの、うん、病院、でということなんですね。しかし、うん、ちょっと状態が悪いと遠くの病院に、はい、ということらしいんですね。うん、ですのでですね、ぜひ、状態がですね、よくなるように、癒しの祈りをですね、したいと思いますし、あともう一つの癒しですね、はい、骨密度が、70% に届くようにと、これ基準値だそうですね。ああ、そうですね。はい、ですのでですね、そして、まあ、今通っている院で治療が受けられるようにと、うん、いうことですね。また、はい、ぜひお祈りしていきたいと思いますけどもですね。はい、はい、天のお父様、主よ、ありがとうございます。あなたが今この時を導いてくださっていてありがとうございます。うん、あなたがこの時を主が祝福し、うん、導いてくださっていることをありがとうございます。うん、お父様、どうぞご自身がこの
王さんの肝臓にこう触れてくださり、うん、主導と癒しを与えあなたの恵みを表してください、うん、どうぞ主ご自身が今イエス様のお父上で私たちを追ってくださり、うん、どうぞ豊かに王さんの肝臓を癒し、どうぞあなたの恵みを表してくださいますようにお願いいたします、うん、そして本当にこの肝臓の状態が良くなるように、うん、どうぞあなたの恵みを表してくださいますようにお願いいたします、うん、またさらにこの骨密度が、うん、さらに、高まるようにどうぞお願いいたします、うん、この 70% という基準値だそうですが、うん、そこに、しっかりこう届くように、それ以上に本当にこの骨密度が非常にこう高くなっていくように、うん、どうぞあなたが癒し、うん、また王さんの体を強めてくださいませ。どうぞお願いいたします。来週伝道様、本当に王さんからのリクエストありがとうございます。来週の火曜日に、その消化器専門の医院で新型肝炎のエコーを取られるという予定ですけれども、どうぞそのことにおいて、患者の状態が癒されていくように助けてください。もっと良い薬もあるということで、その近いところの医院で、治療が受けられるように、導いてくださいますようにお願いいたします。また肝臓の状態がちょっとでも悪かったら、手術病院に回されてしまいますので、そうなると通うのが本当に、大変になってしまうということです。どうか願わくば、来週エコーを取るときにも肝臓の状態が良くなっており、そして、良い薬で、適用され、治療も楽に受けられるような状況になりますように、助け導いてください。どうか自宅から病院まで遠くなってしまうことがなく、近くのところで通えますように、助けてくださいますようにお願いいたします。どうぞその肝臓の状態が完全にまた癒され、回復していきますように、主が弱い部分に主が触れてくださって、さらなるこの肝臓の機能を正常にしていってくださいますようにお願いいたします。あと骨密度が 70% に届くようにということで、そちらの方もこの基準値の 70% に数値がいきますように、骨密度を助け、また強めていってくださいますようにお願いいたします。発言の父様、どうぞ主のご意向を豊かに表してください。うん、どうぞ主がこの王さんに触れてくださり、癒しを豊かに表してくださいますように、うん、どうぞ明確にあなたが癒し、うん、この肝臓に触れ、神の栄光を表してください、うん、さらに、この骨密度が非常にこう高くなっていくように、そのためにもどうぞあなたの栄光を豊かに表してくださいます、癒しを表してくださいます、どうぞお願いいたします、うん、じゃあぜひですね、皆さんの言葉でお祈りください。よろしくお願いします、はい。天の父様、どうぞお願いいたします。あなたが働いてください。イエス・キリストの御名によって、王さんのこの肝臓を強められるよ。イエス・キリストの御名によって強められるよ。イエス・キリストの御名によって癒されよ。癒されよ。病、この十字架の、イエス様の十字架の血潮によって私たちを追ってくださり、また王さんの肝臓のかかる病の根を癒され。お父様、どうぞ主が働いてください、うん、どうぞお願いします。またイエス・キリストによって骨密度が高くない、その骨の、その再生能力をイエス・キリストの皆によって、強まれ、どうぞ主がこの王さんのカルシウムを取る、この骨を作る、その
機能がさらに強く回復していき、カルシウムを取る、摂取する機能がさらに強まっていくようにしてください。でそして、骨が本当に密度が高くなっていくようにさらに導いてください。癒しを豊かに表してください。感謝します。イエスは皆によってお願いします。ね、はい、ということですね。はい、きっと主がですね、また、恵みを与えて癒しをですね、していってくださっていると信じます。はい。ですね、S さんのですね、この一人目の S さんのメールをですね、読んでいただきたいと思います。はい。ではもう一度ですね、S さんからの祈りのリクエスト、読ませていただきます。はい。はい。母のためにお祈りをお願いします。肺がんにより、肺は片肺の4分の1だけ機能し、転移が左足付け根、前頭葉っていうんでしょうか。前頭葉ですね。前頭葉、内臓に及び、足、お腹、体全体の痛みが出てきています。17日金曜日より、母の容態が急激に衰え、食事も食せなくなりました。明日から点滴による栄養摂取になり、鎮痛剤がさらに増え、場合によってはモルヒネ投与になります、はい。10月28日で、来週ですね、来週の、火曜日で、95歳を迎えますが、はい、御心ならば癌が消え、癒され、退院できますように、また、痛み、苦痛、呼吸困難から守られますように、お祈りをお願いいただければありがたく、よろしくお願いいたしますということです。はい。はい、ぜひですね、癒しのためですね、はい、そして、ですね、祈っていきたいと思います、はい、肺がんということなんですね、はい、はい、ちょっと大変な状態があるようなんですけれども、はい、お祈りをさせていただきますね、はい、天のお父様、主をありがとうございます。今、Sさんのお母様のためにお祈りいたします。主をありがとうございます。Sさんのお母様を主がどうぞ助け導いてください。どうぞこの肺がんを主が癒し、肺を完全に癒していってください。またどうぞ転移がいろんなところに及んでいるようなんですけれども、これを一つ一つ神が癒していってくださいますようにお願いします。左足の付け根の部分、あるいは前頭葉、内臓葉、どうぞあなたが内臓、どうぞあなたが癒していってください。足やお腹、体の痛みを本当に取り除き、そして、癌をあなたがこの癌の勢いを止めていってください。さらにはっきりと癒しを与えていってくださいます。それをお願いします。あなたはどうぞ霊にをかけ、イエス様の十字架の血を持って持ってくださり、A さんのお母様を主どうぞ、恵み癒しを与えていってください、またイエス様をどうぞお母様がさらに深く知ることができるように、どうぞ救いに関しても明確に、なるようにしてください。救われていらっしゃるんでしょうか。どうぞさらに、どうぞあなたがお母様を助け、主どうぞ癒しをさらに、与えていってくださいますようにお願いします。アメン。ラジオでの様、オトネスさんのお母さんのために、今この番組でお祈りの時を共に持つことができる恵みを、心から感謝いたします。どうぞその肺がんの状態を完全に癒してくださり、肺の機能が正常化し完全に回復していかれますように、呼吸困難の苦しみからの解放をどうぞ与えててくださいますように、どうかお願いいたします。また転移されてしまっているところに関して、その左足の付け根や前頭葉、また内臓における、およびまた足、お腹、体全体の痛みが出てきている原因のもとにどうぞ触れてくださり、完全なる種の癒しを表していてくださいますようにお願いいたします。どうか食事もまた再び取ることができるようになるように、体力をも回復させてくださいますようにお願いいたします。本当にこの点滴の栄養摂取によっても、どうぞ鎮痛剤においても、どうぞ本当に、主の癒しが働かれて、
モルヒネ投与しなくても済みますように、主がどうぞ患者の癒しをお母様の上に表していってくださいますことをお願いいたします。本当に癌が消えていき、癒されていき、そして退院するほどに回復していくことができるように、今あなたがさらにその痛み、苦痛や困難における呼吸困難の状態から完全にお母様を解放し、癒しを与えててくださいますように切にお願いいたします。アテントスもどうぞ主が癒していってください。また痛みを取り除いてください、イエスキリストの名前で痛みをさえ、イエスキリストの名前で、また呼吸困難の状態をイエスキリストの名前でさえ、イエスキリストの名前で病の代をさえ、イエスキリストの名前で、回復が与えられよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。アテントスもどうぞ主の恵みを豊かに表してくださいますように、どうぞお願いいたします。主が働き、神の勝利を明確に表してくださいますようにお願いします。ぜひですね、皆さんのお言葉でもですね、ぜひ祈っていただきたいと思います。よろしくお願いします。アテントス様、主をありがとうございます。あなたが働いておられることをありがとうございます。主、完全に勝利を表していってくださいますようにお願いいたします。主のお恵みを表し、主の助けを与えてください。イエス様、皆によってお願いします。ね、はい、神様はですね、また、イエス様のお母さんにも今、働きかけてくださっていると申し上げますね。はい、はい、そうですね。次はですね、こうそうですね、もう一人の S さんのために、はいはい、ではもう一人の S さんの方の S さんのお祈りのリクエストを読ませていただきます、はい、お祈りをいつもありがとうございます。11月2日の礼拝に友人が来ることになったのですが、何もトラブルや問題など起きることなく、無事最初から礼拝に来ることができるように、また交わりも祝福され、その方の信仰がさらにはっきりするようにお祈りいただけましたら幸いです。そして10月27日から11月8日に使わされるイスラエルチームの祝福と守りのためにも合わせてお祈りをよろしくお願いいたします、ということです。はい、はい、ということですね。ですね、11月2日の礼拝に、ご友人が来るということですね、はい、まあ、礼拝にですね、ぜひ、守られて、来ることができるようにということなんですが、はい、さらにあの交わりも祝福されたり、そうですね、さらに信仰が、まあ、はい、強められていくようにということですけどもね、うんうん、はい、そしてまたあのイスラエルチームのためにもということですね、はい、イスラエルにあのチームがですね、はい、行きます。10月の27日からですね。そうですね、はい、来週、来週ですね。来週ですね。はい、来週ですのでですね、はい、実はあの私たちもですね、はい、さらに、行かせて、いただこうとしておりますので、はい、まあ、来週はですね、はい、私たちとまた別の方がですね、はい、この番組を担当してくださいますのでですね、はい、よろしくお願いしたいと思います。そしてぜひですね、はい、まあ、イスラエルに行くチームのためにも、はい、ぜひお祈りをよろしく、はい、お願いしたいと思うんですけども、今ですね、はい、ご一緒にぜひ、心を合わせてですね、
ありがとうございます。この S さんのこのメールをありがとうございます。どうぞ11月2日のお礼拝に、ご自身が来るということなんですけれども、どうぞあなたの助けを与え、S さんが問題なくこの礼拝に出てくることができるように、どうぞトラブルから本当に守ってくださり、どうぞ何の問題もなく、来るとしてらっしゃるので何の問題もなく無事に礼拝に来れるように助けてください、その日の天候も祝していてくださり、スムーズに礼拝に来ることができるように助け導いてくださいますように、どうぞお願いいたします、またその日のこの交わりをも、その教会で礼拝を持った後の交わりをも祝してくださいますように、そしてどうぞご友人の信仰もさらに深まり、恵みがなされていくようにどうぞお願いいたします。アシソデの父様、本当に S さんからの祈りのリクエストをありがとうございます。本当に11月2日は日曜日ですが、その日の礼拝にどうぞご友人が、必ず何のトラブルも問題もなく無事に最初から本当に礼拝に、一緒に来てくださいますように導いてください。本当にその最初から礼拝に出られるように、そのご友人の方を主が無事守り送ってくださいますようにお願いいたします。またその共に礼拝での恵みを受けると同時に、またお交わりの時をも祝福してくださり、またその教会にその方が来られることによって、その方の信仰が、さらにはっきりとされて、行かれるように、お導きくださいますようにお願いします。本当にイエス様を信じられる信仰を強くその方に注いでくださいますように、導いてください。そして本当に教会に来たことによって、その方が本当にいい恵みを受け、またその交わりの中でも祝福を受けられていくことができるように、助け導いてくださいますようにお願いいたします。そして本当に10月27日から、11月8日にかけてですが、イスラエルチームが使わされていきますことをありがとうございます。その祝福と守りもまた豊かに主が表し、ご役を表し、導いていてくださいますようにお願いいたします。アテント様、イスラエルチームに関してもあなたが本当に使わせてくださることをありがとうございます、どうぞこのイスラエルチームが本当に、そのイスラエルに出ていく中で、神の恵みが豊かに表されるようにしてくださいますように、どうぞあなたが言葉を与え、このチームに、語ってくださり、恵みを表してください、またこのチームがなすべきことならすべてなして、来れるように導いてくださいますように、どうぞあなたが助け導いてください、ご奉仕に関してもどうぞ御心をチームの一人一人が話せるように一致を持って、また神によって守られて、それにおいて動いていくことができるように助け導いてください、そして、またどうぞ主が働いてくださり、このいろんな危険からも守り安全を与え、テロとかそういったことからも、完全に守ってくださいますように、どうぞお願いいたします。あるいは事故とか怪我とか病、感染症、そういったいろんな危険からこのチームを守り安全を与え、また小さな病からも人々が守られて、非常にこう強められて動いていくことができるように助け導いてくださいますように、どうぞお願いいたします。またパウロ秋元牧師も行かれますけれども、どうぞあなたがこのチームにおいて豊かに、用いてくださいますように、そして、お一人一人が秩序が乱れないように主の恵みを表し、どうぞこのチームを完全に導いてくださいますようにお願いいたします。ぜひですね、じゃあ皆さんの言葉でですね、Sさんの友人のためにですね、あるいはまたイスラエルチームのためにもぜひお祈りください。よろしくお願いします。
アテナト様、主よ、ありがとうございます。今祈りを導いてくださっていることをありがとうございます。これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。ね、はい、ということでですね、イスラエルチームで、まあ、2週間弱ですね出ていきますので、はい、番組の方も2回ほどですね、そうですね、1回だけじゃなくて来週だけじゃなくて、うん、来週と次の週と2回ですね、うん、私ではない、うん、別のですね担当の方にお願いしたいと思っておりますので、楽しみですね。どうぞですかね、はいはいはい、ということで、うん、よろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、次はですね、愛さんの方のためにですね、祈らせていただきたいと思います。はい、では次は愛さんからの祈りのリクエストを読ませていただきます。はい。私の母のためにお祈りください。私の母は首と腰の手術を合わせて3回行いましたが、結果は良くなく、かえって症状は悪くなりました。首の痛み、腕の腫れ、腫れでよろしいですか？これ。そうですね。腕の腫れ、腰、足の痛みと腫れがあり、また足腰に力が入らないため、杖をついて歩くのにも困難な状態です。はい、さらに、リウマチを患っているため、手の指の関節が痛み、拳を握ることができません。これらの症状のため家からもほとんど出ることができず、精神的にも参ってきており、最近は早く死にたいというようになりました。首の痛み、腕の腫れ、手の関節の痛み、足腰の痛みと腫れとが、腫れが取れ、力が入るようになって、杖なしで歩けるように、またうつ病にならないように、お祈りいただければ幸いですということですね。はい。そうですね。はい。はい、そうですね。お母様は、はい、イエス様をですね、はい、したいと本当に癒されていくように祈りたいと思いますけれども、うん、はい、もう福音を聞いていらっしゃるのかどうかちょっとわかりませんけども、ね、今日はお母様のどんな話が多いですか？そうですね、はい、ちょっとお祈りさせていただきたいと思いますね、はい、愛さんのお母様のためですね、はい、はい、天の父様、主よ、愛さんのお母様、本当にありがとうございます、うん、父様どうぞこのお母様を主が愛しておられることを覚えてありがとうございます、うん、どうぞお母様をどうぞ助け導いてください、うん、特に主はリウマチを患っているということ、さらに手術を行ったということですが、うん、どうぞあなたが憐れんでくださり癒しを与えてください、うん、そして、まだイエス様を知っていらっしゃらなければ、うん、イエス様を知ることができるように、そして神からの この希望をいただいて、うん、そしてお祈りしていくことができるように、どうぞ愛さんのお母様に、うん、あなたの恵みを表してください、うん、どうぞお願いいたします。主が助けてくださり、うん、またどうぞうつ病からも解放していってください、うん、痛みがあるということ、うん、どうぞ主が癒してください。首の痛み、うん、それから腕の腫れ、うん、手の関節の痛み、うん、足腰の痛み、うん、そして腫れが取れて本当に力が入るようになっていくように、うん、どうぞイエス様の十字架の恵みを知り、うん、そして、この救いを知っていかれるように、うん、どうぞお願いいたします。救いをもう知っていらっしゃるならば、うん、さらに、イエス様は癒し主となることを知り、うん、どうぞイエス様に、うん、求めていかれるように導いてください。どうぞお願いいたします。最初天皇様、本当に愛さんからの祈りのリクエストをありがとうございます。何かお母様の、今苦しんでおられる、腫れの部分、痛みの部分、その箇所に生かして、どうぞ主が本当に足腰の痛みを取り除き、首の痛みや腕の腫れや手の関節の痛みも、腫れと痛みが完全に取り除かれていくようになって、
本当に杖なしで歩けることができるように助けてあげてください、本当に3回も手術をされたということで、その後の症状に関して、痛んでおられるその困難な状況を主は全てご存知ありますから、ありがとうございます。どうかあなたがお母様の、その首の痛みに、触れてください、そして腕の腫れも引いていくようにしてくださいますようにお願いいたします。血行を良くしてくださり、また神経をまた強めてくださり、痛みからの解放を与えてくださいますようにお願いいたします。足や腰も痛みや腫れが取り除かれて、足腰にちゃんと力が入って杖をつかなくても歩けるような状態に回復していくことができるように助け導いてください。またほどリウマチをも癒してくださいますようにお願いいたします。手の指の関節の痛みが取り除かれ、拳を握ることができるようにもなっていきますようにお願いいたします。本当にその家からも外に出ることができるような元気が与えられていきますようにお願いいたします。また精神的に弱っているその心にも主が触れてくださり、うつ病になることがなく済みますように、精神的にも癒しと解放を主が豊かにこのお母様の地に表し導いてくださいますようにお願いいたします。アタヤト様、本当に今のこの状態をありがとうございます、主よ、愛さんのお母様の今の状態をあなたに感謝し、あなたを褒めたたえます、うん、あなたを賛美いたします。すべてをあなたがご存知なので、うん、その愛さんのお母様の状態も、うん、主は知っておられるから感謝いたします、うん、あなたを褒めたたえます。お父様、うん、このような状況の中にあってもあなたを褒めたたえます、うん、なぜならば主がこの祈りのうちに働いてくださり、主が今計画を持っておられて、うん、愛さんのお母様に働いておられることを信じて感謝いたします、うん、お父様、あなたの十字架の恵みをありがとうございます、うん、お父様、どうぞ今主を愛さんのお母様に働きかけ、うん、どうぞイエス様をどうぞ深く、うん、愛さんのお母様を知ることができるように導いてください、うん、そして神に求め癒されて、主の助けと恵みを受けることができるように、うん、さらに救いを明確に受け、うん、主からのまた癒しを受けることができるように、うん、どうぞお導いてください、うん、ぜひですね、皆さんのお言葉でですね、あなたのお母様のためにもお祈りください。お願いします、うん。アテント様、主をありがとうございます。あなたが今生きて働いておられる主が働きかけておられることを信じて感謝します。あなたを褒めたたえます。今十字架のイエス様の十字架の父親で私たちを追ってくださり、どうぞあげさんのお母様を救い出し、また解放し、また癒してください。イエスキリストの御名によって、病をイエスキリストの名によってさい、この牛物の病をイエスキリストの名によって愛さんのお母さんください、病の霊をイエスキリストの名によってさい、痛みをイエスキリストの名によってさい、痛みの、に関わる、病の霊をさい、お父様どうぞ主が助けてください、首、腰、そして、指、手の関節、あなたが完全に癒していってください。足腰の痛みを触れてください。完全に癒していってください。
またどうぞ心を強めてください。ハレルヤ、主よ、あなたを深く知り、主よ、あなたからの喜びと平安をいただくことができるように、主よ、どうぞあなたからの平安がありますように。シャローム、主よ、ご自身の平安が愛さんのお母さんにあるように、イエスキリストによって、このうつ病の霊をさえ、イエスキリストによってうつ病をさえ、主どうぞ主の助けを与えてください。ハレルヤ、主の恵みを豊かに表していてください。あなたを褒めたたえます。感謝します。イエスさん、皆によってお願いします。そうですね、本当に神様ですね、助け、導いてくださると思うんですね。ぜひ愛さんもまたに対してですね、祈り続けて行っていただきたいと思うんですね。またぜひですね、メールをまた送って、いただきたい。まあ、そうですね、今週主が深くこう触れて、主が勝利をですね、癒しも与えていって、くださるという、ことが起こるかもしれないですけれども、しかしですね、続けてもし祈りが必要であればですね、ぜひまたメールをですね、送っていただければ祈りたいと思いますし、ただ今本当に主が今働きかけておられると思うんですね。はい、ぜひ、ですね、主がですね、成してくださることを期待していきたいと思います。次はですね、もう一人の愛さんなんですが、はい、ではもう一人の愛さんの祈りのリクエストを読ませていただきます。父の救いでよろしくお願いいたします、感謝しますということですね。先週もその方はですね、はい、そうですね、お父様の救いを非常に祈ってらっしゃるようでございます。はい、はい、救いのためですね、祈りたいと思いますけれども、はい、天のお父様、愛さんのお父様のお救いを主がどうぞさらに導いてください、どうぞお願いします。あなたの恵みを表し、お父様のお救いをさらに近づけてください。いや、すでに主をあなたを知り始めているんですならば、さらにイエス様を深く知ることができるように導いてください。十字架の恵みとよみがえりの主の力をどうぞこの愛さんのお父様が知っていかれるようにしてください。十字架の許しのこの恵みを知ることができるように、悔い改めを導き、罪を知って深く悔い改めていくことができるように、あなたに助けと救いを求め受けていくことができるように、どうぞお父様心を開いてください。愛さんのお父様の心を豊かに開き、解放し、主の栄光を豊かに表していってください。どうぞお願いします。愛する天のお父様、本当に愛さんからの祈りのリクエストありがとうございます。本当にお父様の救いのためにお祈りを、本当にこの愛さんが、なしておられるそのことを覚え、今この忍耐を持って取り成していくことの中にも聖様が豊かに働いてくださり、本当にこの忍耐を持って取り成し続けていく力をまた愛さんに注いでくださるようにお願いいたします。必ず主の御業が豊かに表され、私の最善な時にお父様が救われていくことを信じ感謝いたします。どうぞそのあなたの方法によって、あなたのお導きによって、どうぞ御心の最も早い時にお父様が瞬時にイエス様を信じ受け入れられて救われていかれますように、イエス様の十字架の贖いを本当に信じ受け入れられていかれますように、どうぞお父様の助けを導いてくださいますようにお願いします。この救いを妨げている霊的な力をお父様の皆で断ち切ってくださり、お父様は霊的にも解放され、本当にお父様を救えるきっかけを神ご自身が起こし導いてくださいますようにお願いいたします。また愛さんを通してもその事柄を主が豊かになしてくださり、また愛さんがまたお父様を救うために願っておられるその中で、神様にある御心をお父様になしていくことができますように、そのことも豊かに導いてくださり、本当にさお父様を祝福し、またお父様の救いを明確に主が御栄光を持って表していてくださいますように、どうかお願いいたします。あてのとそのどうぞ主が助け導いてください。また主がこの祈りを聞いてくださっていることをありがとうございます。どうぞその愛さんのお父様の救いを早めてください。どうぞお願いいたします。
イエス様、皆によってお願いします。アーメン。はい、ありがとうございました。今日はですね、はい、ここまででお祈りをですね、うん、終わらせていただきたいと思います。今日本当に、はい、なんとなくですね、ちょっと、うん、申し訳なかったことを謝ったと思います。どうも失礼いたしました。失礼いたしました。すいません。はい、ですね、うん、今日はこれでですね、終わりにさせていただきますので、はい、そうですね、私たちは、また3週後になりますけれどもですね、はい、また別の担当者の方が来週と再来週とですね、はい、やっていただけると思いますが、はい、はい、今日はこれで終わりにさせていただきます、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。はい、さよなら。またリクエストお待ちしてます。